今そこで食堂で食べようと思ったら食材全部なくなってて、とりあえずソフトクリーム食べて、でその後こっちの方に歩いてきたら、そこでじゃがいも、下栗の芋売ってたんで、じゃがバター300円食べてきました。うまかった。れ GPS どうなってる？この前から、これなんか文庫アートらしい。あ、ダメだ、こっちから出られない。あとこのすぐ下に朝日屋っていう自炊宿があるらしくて 一応そこに聞いてみようかな。確か普通の民宿としては載ってなかったような気がするんだけど、遠山号ページには。どっちが伸びてんだっけな。あ、いけたなこれ。ああ、今うまかった。まかね知らびそう。ああ、そうそう、これだ。あ、こんにちは。こんにちは。下栗の里って、ええ。ずっとまだ登ってくんですよね、きっと。いや、もうすぐ頂上ですよ。ええ、本当ですか。で、そっから、はい、ですね、もうちょっと上がったところの駐車場に車を置いて、歩いていくっていうことですか。あそこです、ビューポイントっていうのがあって、はい、ね、あれもうすぐ近くです。あ、ありがとうございます。じゃあこちら下栗の里の駐車場に行く、あそうです、ビューポイントの駐車場はこのすぐ上です。あ、そうなんですか。ええ、ありがとうございます。この何だっけ、なんとか亭っていう、まあ、もう食事終わっちゃってるんですけど、はい、そのレストランのすぐ裏手の上の方にあります、駐車場。ありがとうございます。すみません、私はこれから下る方向です。なるほど、帰り気をつけてください。結構坂がきついですね。今日も下るだけなんで大丈夫です。そうですね。じゃあ失礼します。ありがとうございました。確かにこれはすごいな、そば作ってる朝日屋さんっていうのはどこにあるんだろう。通り過ぎる前に検索しとくか。この先行き止まりって分かりづらいのこりゃ。6キロか。朝日屋ん、これ下の方か。この下のっていうのは遠山号のことか。この下の朝日屋さんでっていうふうにさっきじゃがいものとこのおばちゃんが言ってたんだけど、朝日屋下栗で検索して出なかったら、まあ遠山号の方なんだろうな。ないな。あとそういえば観光案内とかもないんだな、ここは。だから観光客いっぱい来ると対応できないんだ。ああ、なるほど、あそこか。
こう行って下ろうとしてるのはこっちだよな。結構店いっぱいあるな。じゃなくて今の店の上りかな、これは。同じ集落の中でこの高低差ってすごいな。そういえば案内板とかもないんだよな、ここ。さっきのビューポイントどこだろう。私が撮ろうと思ってた民宿宮下とかその辺りも全然どこにあるか分からなかった。なんだあれ、あんなとこに一軒だけ家がある。これまた一夜びつぐらい下るんだろうな。宮下ってこれか。あれ、ビューポイント書いてないな。二度芋。
だな。5時までに行けるかな。あそこだ。ビューポイントあれだ。人がいる。見えるかな。えらいとこにあんな。反応なしか。てか見えないの、反応があっても。デジタル最大ズーム。天気良くてよかった。やっぱり結構もう日が陰ってきてるよな。車だったらかなり怖いんだろうな。うわ、結構怖え。家の検査それほどめちゃくちゃ多くないんだな。まあやっぱり山村なりの民家数だと思うんだけど。こういう感じだったら秩父の方の
天空のおやきやってるところもそれなりなんじゃないかな。宣伝されれば。あ、民宿日向。バイクの人いるな、羨ましい。ここに泊まれるなんて。まあそれも連休中だけなんだろうけど。確か昨日の夜この日向とさっきの上の宮下とあと高原ロッジ系列のさっき多分小学校あったと言ってたあそこだと思うんだけどに電話して、なぜかその一番公共っぽい一番事務的なイメージがあるそのハイランド白びその下の方の白びそ高原なんとかっていうところの電話口の人がやたら喋り好きだったな。今日イベントマラソンのイベントやっててどうこうとか、あ、マラソンの話は昨日聞いたんだ。あと電話したのはおとといの夜だ。全面通行止め。あー、なんか登山の人が言ってたあれか。なんかこの北又なんとかっていう降りてった先から東に入っていく登山の方面の道が崩れて車が150台が今通れなくなってるっていう話です。みんな山で泊まってきて帰ろうとすると帰れなくなってるっていう状態らしい。ってんだ日向って、これはなんでこっち向いてんだ。一時背景がすごいよなこの辺り。
その民家か。あ、こんにちは。うわ、転んだだけで転げ落ちていきそうだな、これは。そうだ、モバイルルーターどこに入れたか心配になってきた。あるある、よし。もしかして置き忘れてこなかったかなっていう考え始めるともうダメだ。
だ。気温もちょうどいい。寒さは大丈夫かな。あんなとこにまたえらい偏僻な場所に建物が。そうだ、彼岸花咲いてる。21度、結構暑いまでいかないけど暖かくなってきたな。昨日の夕方の大鹿村が結構寒かったから警戒してたんだけど妙に暖かい。あー綺麗。今の油断してたかな。少しびっくりした。
あのバス停は寝られないな、小さい椅子が。ここで国道に出て、どっち側だ、スバルから右手の方か。さて止まれるかな。まだ道の駅の保険があるから大丈夫なんだけど、保険がなかったらかなりヒヤヒヤしてる今。昨日撮影の写真がある。閉じ込められ、帰ってこれない人はどうすんのかな。一応人が歩ける隙間ある、歩ける幅だけの道はあるらしいんだけど、車は通れないらしい。タクシーかの、なんか呼んで、あとなんか、ま、今ここは市か、飯田市か、飯田市がバスかなんか出すのかな。高原ロッジ下栗か。話好きな受付の人がいるのは。よし。川の流れは逆方向か。
そうか、ここって大須賀村とか大須賀村よりも2、300メートル低いんだ、標高が。ちょっと上のウィンドブレーカーいらない。それと小学校までどんぐらいか。よいしょ。あれ、まだ3キロあんのか。結構あるな。風呂行って戻ってくると往復20キロぐらいか。平地だったらいいんだけど、ちょっと登ってるからな。帰りが この辺だったらバス停もあるな。ないな。地面に寝そべりゃなんとか行けるか。喫茶紙はどこにあったかな。定食やってるらしいんだけど。お、ここは結構いけるな。トイレまである。あそこのバス停重要。
これは朝日新聞。住宅前って何の住宅前だ。あとの石製インコは何だ。あれは何？これ誰か趣味で書いてんのか。うまい。KYK。上村。微妙。長さはちょっとあるな。確か木沢は小学校の旧木沢小学校は裏道にあったはず。
あれ？ん？通り過ぎた。いや、確かここだろう。だから Google マップが正しい位置出てない。確かこの裏道の方だったと思うんだけど、この辺りでこういう地形だと多分これだろう。立派だと思ったら造花だった。肉屋さん。ありゃ、終わってしまった。あれどこだっけ。あれ、ないなあ。あ、だいぶ、あ、え、逆か、方角逆か。あんれ、さっきのあの降りてきたところのトンネルからこう突きちゃダメなのか。あー、しまった。時間はもうすぐ5時になるのに。坂にだいぶ向こうの方だな。まあこれだったら、うん、道の駅というか、と中心地の和田の方で食べりゃいいか。まいった。誰だここにポイント打ってんのは。iPhone の方の地図だといけるか。まあでもこれが間違いってことないよな、多分。でもね、のため。とにかく行くしかない。うん、まあ間違いないはず。いけるか、あのサイズ。
まいった。20分ぐらい来てしまったかな。まあいいか。まあ向きは逆じゃ、上り下りが逆じゃなくてよかったんだけど。まいったまいった。住宅前。お茶が取れるのか、この辺り。お茶作ってるのか。
たり切れか。お湯は温泉何時までやってんだろうな。登ってきたの、こんな登ってきたのか、さっき。ようやく戻ってきた。ライダー一服の店？ライダーハウスじゃないよな。じいちゃんばあちゃんの店って言われ、結構立派だな。
神楽の湯が4キロか。ああ、これは寝やすい。停車場前バス停は店の目の前ってのはあれだけど、これも候補だな。5時のかな、5時のサイレンか。顔がこれ混じってるのか。ここで凄いな、こんなにアピールしてるのか、木造校舎。前来た時もこんなにあったかな。さて5時になったら、5時に閉め始めてる可能性もあるからな。はよ行かな。おお、猫校長が校庭に言われたらしいってどういう意味、引くなってことか。スタンドいた。年中無休。ご自分に開けてご覧ください。そんなのだったっけ。そうそう、こんなのあった。なんかこっちが映ってる。でも遅いか、編集でモザイクかけるしかない。
横浜から来てる人や。てか今日だけで 1,2,3,4,8 エントリーある。しかも1エントリーにつき複数だから、音がしてるような。こっちが前来た時行ってないような。いやでも隣鉄の写真なら見たよな。いややっぱり初めてだ。うわちょっ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 、これ待ってたのか。林鉄、森林鉄道。確か埋没林から引き上げられた。楽しんでくださいだけど、ボールはどこにあるんだ。これが鳴りっぱなしってことは多分誰か来るんだろうけどな。豆から、ああタロケか。教室の方にも林鉄関係は飾ってあったはず。予約席ってなんだ。お、これは。しかしたら断りゃいいんだこれ。誰か寝てた跡がある。予約って誰に連絡すりゃいいんだ。何も書いてない。
い、誰かに連絡すれば泊まれるんだろう、これ。どうすっかな、とりあえず風呂入って飯食ってからまた来て、それでもダメだったら道の駅の方に行くかな。高根の場所ってあれ校長だよな、猫校長の場所だ。ああ、どこに連絡すりゃいいんだ。そうそう、引き上げたやつだ、鉱木だ。お祭りの資料館、おお、このデバイスの方が気になる。なんだこれ、フォトフレームか。フォトフレームを盗まれないようにこうなんていうか固定してあるのか。あの予約席の連絡先どこなんだ。これは高根。誰も来ない。
そうそう、ここにもあった。屋根裏というか機材置き場というか、あ、こんな置いてあったっけ。学校日誌、すごいな。猫校長、ああ、時々訪れる観光客のお相手も猫校長高根の仕事です。人がここにね、いいね、校長先生。もともと野良猫でした。それからしばらくは住民に飼われていましたが、その飼い主が集落から引っ越してしまうと学校に居つくようになりました。観音川で出ましたね。来た時は本当貧弱で、本当、ね、今見ればまたたくましくなって、本当の子供だな気がしますね。今では教員住宅もあります。これで無断外泊がぐっと少なくなったそうです。どこだこれ。地域の人気者になった猫校長高根にちなんで猫写真展を企画したところ、県外から応募があるものの反応の良さでした。動物全部あまり苦手なんですけど、校長先生なんでちょっと大切にしないとと思っております。高根に会いに来ましたね、いう方もおって、パソコンの電源入れてから、山の何、山の会の活動写真を見るっていう、なんてオラかな。神楽の湯は何時までやってるか。ここからだったら映像は見えないだろう。アクションカムの、夜9時までやってる。あ、猫皿だ。あ、これ5分ぐらいのループなんだ。
最後にもう一回見てくるか。了承くださいか。これか、マラニックイン遠山号、これだ。今日これで宿がいっぱいになってんだ。まあ、窓の方でなんか聞けるだけ聞いてくるか。さっきのここだよな。ここに明かりがついてればわかる。校長いなかったな。ここから中心地との間は3キロぐらいか、もうちょっとあるか。神楽の湯まで5.5 キロか、そこそこあるな。まあ大したことないか。
はい。誰かいないかな。まあ、いても知ってる人がいるかどうかは怪しいけど。まあ、もういっぺん来るか。暗くなってからもういっぺん来て、しばらく待ってダメだったら道の駅に移動しよう。あれ、まだ22度あるのか。こっちの表示は19度。下で焼いてる。
こんなとこ通ったかな、遠山号に行く前に。神楽の湯まで距離書いてないか。
信。ここにも豪勢なバス停がある。トイレ付きの。行けるな。あれは木沢小学校の次の校にしようかな。いや、民家が結構あるか。アップダウン多いな。下り次もう一遍木沢小学校まで行く気がなくなる。うわ、ちゃこんなに登るのか。これ登り返すのきついな。いや、そうでもないのかな。
かし民家近い。ああそうそう、この横はこんな風に斜めになってて、前は色がついてたと思うんだけど、ついてなかったっけ。あ、そうだ、道の駅の食堂は何時までやってんだろう。前泊まった旅館どこだっけ。書いてない。旅館って書いてある。なんて言おうかな。まあ急ぎ。とりあえず喋るだけ。うわ、なんじゃこりゃ。
前 Z さんに聞いた通りやっぱり今やってなくて、でもなんか今にもう2人とか3人の人がいるな。あと今話した人は前一緒に話したおばあさんじゃなかったな、確かおばあさん中なのか。でこの天然温泉新大の湯っていう、そう大島屋だ、大島屋が前来た時には地元の人用に裏手から入る別の入り口で用意して、そこであのお風呂入れたんだけど、今どうかな。やってる。まだやってた。お、値段も上がってるな。いや、300円かやっぱり安い。でしかもバンダイに人がいるんじゃなくて、5時8時か。ああ、バッテリー切れた。GPS のバッテリー切れた。木沢小学もペン持ってみるかな。土地はない、下ってきたのでなんかくじける。道の駅でヨガン食べてくるか、それかそこら辺の食堂で。ありがとうだよな。朝日屋ってあれかな。
自炊やろって言ってたよな。乗ってるかな。ああ休業中か。でも一応聞くだけ聞いてみよう。
やっぱりやってないらしいですので、道の駅の食堂もやってないかな。宿泊まりをどこまで固執するか。まあいいか。神楽の湯はどう行くんだっけ。バスがこっちか。これ裏側か。あ、食事やってる。オッケー。どこから入りゃいいんだ。これお風呂かな。こんなとこにテントが。でこの数なんだ一体。風呂目当てか、車中泊か。とりあえず飯だ。うわーすごいな、ここ。お、21時までやってんだ。今日平日だけど夜は21時までやってる。ラストオーダー20時。 OK。
よいしょ。あ、そうか、駒の手か。こっちは、これだけ持っていきゃいいかな。じゃあこれ止めていきます。